あ、どうも藤田直哉です。お久しぶりです。まあ今日はあの聖地 SF 聖地巡礼ってことで、まあファンの集まってた地に行くんですが、まあ今回はその SF 作家グループが結成された、まあ筒井さんとか星さんとか、まあ集まって石川さんとかが集まって結成した、まあ三鎮居という1963年にまあ SF 作家グループが結成された、まあ伝説の場所、新宿にあるまあ台湾料理屋に行こうと思います。でまあその、まあ、前回の聖地巡礼に関して小谷真理さんからこうクレームが入りまして、こう普通の格好で来たな、普通の格好で来たのはいけないと、せっかく SF の聖地巡礼に行くんだから、こう巡礼者っぽい格好をしてこなければいけないっていうふうにクレームが入ったんで、まあ巡礼者っぽい格好をしてみました。あのお金がなかったんで近所の激安スーパーで買いました。まあこんな格好でになってます。こんな格好です。四国のお遍路さんをイメージして SF の聖地巡礼に行こうと思います。素材の質感はこうすごいモコモコしてて、なんかこうゴーストバスターズに出てきた敵みたいな感じになってるとか、まあそれか精神病の病棟みたいになってるとか、まあこれでいきます。よろしくお願いいたします。見えるそれ、読める？読める。いや、この穴の中でちょっときついかな。はい、ここが三鎮居 SF 作家クラブ発祥の地です。63年に確か SF 作家クラブが結成されたはずで、まあ、筒井康隆さんとか星新一さんとかもいらっしゃってた、ここはまあ伝説の地です。最初は確か11名、まあ、今日はあの石川隆さんもいらっしゃるので、そうですね、石川隆さん詳しいお話をまた伺いたいと思います。はい、巡礼なので、じゃあちょっと お祈りっていうか、これで、はい、はい、SF の力をいただきました。はい、じゃあ行きましょう。これですね、これ。これ。いや、こっち。まあ、これ。サッカークラブポスト。あ、これ。いらっしゃるんじゃないですか。あ、うわあ。うわあ、これ。無理か。荒くて見えないな。これは。ちょっと無理だね。でもすごいですね。まとめたもん。これだとね、レーシーが。これね、すごいですよね。すごい、完璧ですよね。石川さんいらっしゃる？いる。まだ違う。ここになってるんだ。すごいな。あれが、これが。これを知ってるのは石川さんだろう。上がっていただいて、どうぞ。いや、すごいですね。ではないかと、はい、今のうちなら大丈夫みたいな。現場対戦開いたの写真を撮るとすれば今のうちです。あの、うん、フルハウスクラブというその、発売されてるあの中間小説雑誌、うん、全部に彼が書いてあった。そっか、ありましたね。ハイアットは80年ぐらいできたでしょ。確かね、それあの記録をね、作り続けてたと思う。そうですか。あの、うん、それだからこの作業は、うん、あの当時はね、今では考えられない、当時の写真ご覧になると分かるけど、うん、かなりその憂いを帯びたスマートな青年だったので、彼に当時はスマートだったら、うん、当たり前、あのこんなに外なかったよなって言ったら、当たり前だってね、それだけその東京にいる人間の連中と違って、俺たちはずいぶん苦労したというのをやってくださいました。それあのあれ新幹線ができるのは東京オリンピックの作家会なわけですから、はいはいはい、その1年前なんですよね、はい、作家クラブ結成は、うん、だから新幹線がない一応生まれてはいるんだけどね。幼稚園の、いやだって今の子なんてね、携帯がない時代とか今の子は想像できないですよ。新幹線って言えば思い出したけど、そのあるいは開通してと時にSF シンポジウムを翌年にやったんですね、それでクラークとかあのアメリカ の、うん、あ彼なんかがあのどうしても新幹線乗ってみたい。ポールがで、ね、乗りたいと、それでポールがあの前の奥さんだったあのジュディス・メイズ、メイズ会った時のね、反応がおかしかったんですけど、うん、乗ったってその、うん、ね、東京駅からで、ね、だからじゃ新横浜で乗ろうって言って、そう先に乗ったことがあります、ね、まあ、そういう時代で、うん、あのハンちゃんがあのどうぞ SF で書いてるのは
そのことで、それをたまたまあれ東大で僕が SF 講座を持って、あれは73年ぐらいですか、その時にね、そのニュースを、すごいニュースだった、それは電車のつり革広告に東大で SF の講義出たんです、うんうん、ああ、そうなんでしょうかね、すでに親睦会になし、今は親睦会、特に新井さんのテーマは親睦会、うん、だってでも違う、私も誤解してて、だから親睦団体っていうのが、サッカークラブの創立の時に戻って親睦団体に戻すって嘘じゃん、嘘だということが分かってしまいました。SF の運動を起こそうとしてた、これはなんかムーブメント、うん、でも外部からは仲良しクラブだというSF の連中は自分たちだけで集まって、うん、なんかつまらない用語をフラフラフラマリアサイジャーなんかそう言ってました ね、 ね、マージャンの天品が基本的にはでもね、いろんな個性の違う物書きが集まって、でももう大体今のあれはそれは出なかったけど、バカ話ばっかりですからね、うん、あそれを見たらちょっと安心しますね、あれ小泉さんとかね、何かまだございますか、ご注文の方、いや、もうこれぐらいでしょ、はい、あとお茶で、はい、お茶あります、来てまだまだありますね、はい、だからでも第1回サッカークラブができるいきさつのあれにはなっても、うん、SF サッカークラブの性格そのものはやっぱりそういう若話をして親睦団体的なのを楽しむという、うん、これが基本であって、ね、うん、まあ、ちょっとそういう意味ではこの動画、じゃあはい、会合が終わりました、今日の内容について増田さん、いや、お願い、だからこの内容については、秘密文書が一般に公開できる日が来るまで少しお待ちくださいませスーベニアブックに載るんですかね、スーベニアの秘密の SF、はい、その時はサッカークラブ創世記の秘密が、創世記の秘密が激震が走ることは間違いない、スーベニアブック、お楽しみに、ぜひとも SF 大会に応募してスーベニアブックをもらってください、もらってください、お願いいたします、家宝になります、はい、もう家宝ですね、絶対に、今度こちらも、あ、どうも、はい、あ、いや、スーベニアブックの編集長です、はい、どうも、今日はなかなか面白かったですね、大変面白かったです、ああいうふうに最初はね、はい、テープを聞いてどうなるかと思いましたけど、はい、でもああいうふうに初期のね、非常に熱い SF 界っていうのを、ね、三瀬さんとかですね、そうそう、三瀬さんとかね、改めてああいうふうに接しておくと、はい、全然もう今までね、はい、字で読んで、はい、見るのと耳で聞くのと全然違う、そうですね、迫力が、そうですね、やっぱああいう熱さはね、はい、ないといけないと思います、今そうそうそう、やっぱりリアル、いや、もう熱さが欲しいですね、ひょっとするとだからこれが CD で出る日が来るかもしれない長SF 作家クラブアーカイブとか、なんか秘密アーカイブとか作っとくべき、一応今のところは内部関係者以外は極秘になっております、そうですね、これよろしくお願いいたします、はい、はい、